始めて大丈夫ですか？はい、この時間まですみません、遅れました。公立函館未来大学から参りました雫石と申します。本日はすいません、これはタイトルだけです。誰か有志の方は翻訳をお願いします。本日は私はカーネル利用状況とメモリ使用量に着目した Linux カーネルコンフィグの、解析手法について発表させていただきます。はい、本日私が発表する内容は組み込み用 Linux、 組み込み Linux について話します。まあ、皆さんご存知かと思いますが、組み込み Linux、 Linux にはもともとネットワーク機能やプロセス機能、マルチタスク機能といったものが含まれていますので、 Linux を使うことで複雑な、機器、組み込み機器を簡単に実現することができるんですが、組み込み機器はこれら Linux のたくさんの機能の全てを利用するわけではありません。使われない機能はシステムのメモリ使用量を増大させてしまうという問題があります。そこで一般的に組み込み機器には計算資源のリミットがある場合が多いです。少量のメモリしか持たない組み込み機器には Linux は対応しづらいという問題があります。そこで不要な機能を無効にすることが重要です。そのためにカーネルコンフィグというものがあります。カーネルコンフィグは Linux をビルドするときにその機能を有効にしたり無効にしたりすることができる機構ですが、カーネルコンフィグにも問題があると私は思っています。それはカーネルコンフィグは項目数が多くて複雑だということです。最新のカーネルコンフィグは皆さん項目数は何項目あるか知ってますか？設定項目は約1万7000項目もあり、またそれぞれに依存関係がある場合があります。依存関係というのは、例えば機能 A を有効にするためには機能 B が有効でなければならない、そういったものです。したがって手作業で手動で不要なコンフィグ項目を特定するというのはとても難しくなっていると私は考えています。そこで本研究では利用されてないにもかかわらずメモリ使用量を増大させているコンフィグ項目を自動的に検出したいというふうに考えています。そのためにカーネル利用状況とメモリ使用量に着目した不要なコンフィグ項目の検出手法について紹介いたします。本研究の手順について説明します。私の、考えた手順は2つに分かれています。1つ目がコンフィグ項目の利用頻度、そのコンフィグ項目がどれだけ使われているのか測定するという手順です。もう一つはコンフィグ項目に依存するメモリ使用量、コンフィグ項目がシステムのメモリ使用量をどれだけ増大させているのか測定する手順です。細かい話になるんですが、今回測定対象としたコンフィグ項目はご覧の3点を満たすものにしました。まず一つ、ブール型かトライステート型のコンフィグ項目であるということです。コンフィグ項目の中には数値を設定したり文字列を設定できるものもありますが、それらは無効になった状態というのが自明ではありませんよね。今回は自動的にコンフィグ項目を無効化したいので、それらは測定対象から外しました。またデフォルトのカーネルコンフィグで有効になっているもののみを測定しました。デフォルトのカーネルコンフィグというのは、これからこのカーネルコンフィグの中から不要なやつを見つけようとしているカーネルコンフィグのことで、そこであらかじめ無効になっているのであればことさら解析する必要はないので測定対象から外しました。またユーザーが設定可能なコンフィグ項目のみ測定しました。コンフィグ項目の中には Linux カーネル内部のみで使われているものもあって、ユーザーの設定画面に現れないものもあるんですね。そういったものは不要だと判断しても何でしょう、ユーザーが設定することができないので、今回は測定対象から外しました。ではいよいよ手順1、コンフィグ項目がどれだけ使われているのか、それをどうやって測定したか説明します。この手順ではアプリケーションの動作からコンフィグ項目のどれだけ使用されているか、利用頻度を測定しました。まずはじめにアプリケーションでテストシナリオというものを実行します。これは何かというと、アプリケーションに期待する動作、アプリケーションが取り得る動作のことです。例えばウェブサーバーであればリクエストを受けてページを
返す、存在しないリソースにリクエストを受けて404ページを返すといったものです。そこからその動作を動的解析してカーネル内関数の利用頻度を測定します。次に手順 1-2 ではカーネル内関数とコンフィグ項目の対応関係を特定してカーネル内関数の利用頻度を今度はコンフィグ項目の利用頻度に変換します。まず手順 1-1 ですがカーネルファンクションプロファイラーという機能を用いました。これは Linux カーネルにもともと含まれている機能でカーネル関数の呼び出し回数とかあとはそれがメモリのどこに配置されていたのかというアドレスもこれで分かります。次にアドレスツーラインというツールを用いることで関数のアドレスをファイル名と行番号に変換できます。これによってその関数が Linux ソースのどのファイルの何行目に宣言されていたのかというところまで分かります。最終的に Linux ソースコードのどのファイルの何行目が何回実行されたかというところまで分かります。次に手順 1-2、コンフィグ項目とカーネル内関数の対応を特定するところについて説明します。この対応というのはどういうことかというとコンフィグ項目をオン・オフ切り替えたときに有効無効がつられて切り替わるカーネル内関数のことです。そのためには、コンフィグ項目がどのように Linux のソースコードコンパイル時に関わってくるかということを測定する必要があります。その要素は2つあります。1つは Makefile、 ここではコンフィグ項目の状態によってソースコードをコンパイルするかどうか切り替えています。2つ目は C プリプロセッサーです。ソースコードの中の例えば IFDEF 構文などによってコンフィグ項目の状態をによってコード変の有効無効を切り替えています。これらに関係するファイルを静的に解析することでコンフィグ項目とカーネル内関数の対応を特定しました。その前に、一つやることがあります。これからいよいよコンフィグ項目を無効にしていってメイクファイルや C プリプロセッサーの挙動を観察するということを行うんですが、そのためにはコンフィグ項目を無効にするツールを開発する必要がありました。依存関係を考慮してコンフィグ項目を無効にする必要があります。これは説明のために作った仮のコンフィグです。一つ紹介するとコンフィグ項目 A と B があって今どちらも有効ですよね。そしてコンフィグ B はおそらくコンフィグ項目 A の機能を使って実現されているものでコンフィグ A に依存しています。今はコンフィグ A を無効化したいと考えたときはもちろんコンフィグ B はコンフィグ A の機能を使っているのでコンフィグ B も無効化しなければいけません。しかもコンフィグ B を今無効にしたということはそれに依存する項目も同様に無効化処理を行わなければいけません。依存関係を考慮した無効化とはこのように再帰的にリカーシブにコンフィグの依存関係を考慮して無効化処理をしているということです。ではこのツールを使ってどのようにまずはメイクファイルを分析したのか説明します。これは関連研究にあるゴーレムというツールなんですがこのツールはカーネルコンフィグからそれを使ってコンパイルしたときにコンパイル対象になるソースファイルを特定するツールです。このようなカーネルコンフィグを与えるとどのファイルがコンパイル対象になるのか解析してくれます。まあ、当たり前ですがゴーレムだけではこのコンフィグ A が例えばどのファイルを有効にしたのかっていう個々のコンフィグ項目とソースファイルの対応は分かりません。そのため私の研究ではこのようにしました。まずデフォルトの元々のカーネルコンフィグがあります。そこから依存関係を考慮して特定のコンフィグを無効化します。これがさっき言ってたツールです。そしてコンフィグ B のみが無効になったコンフィグを作成しそれをゴーレムでどっちも分析することで有効になるファイルを得ることができるんですがコンフィグを無効にしたのでファイル B が落ちてますよね。このように差分を比較することでコンフィグ B はファイル B に影響していたんだということを特定しました。次に C プリプロセッサーの解析について紹介します。これもまあ先ほどと基本的なやり方は一緒です。関連研究にアンダーテイカーという、ツールがあります。こちらは何をするものかというと
C のソースコードを与えると C プリプロセッサーの有効条件を返してくれる CPP パーサーみたいなものです。当たり前ですがこれだけだと個々のブロックがどのコンフィグによって有効になるのかということは分かりません。まずコンフィグ CPP ブロックの有効条件とカーネルコンフィグから有効になる CPP ブロックを特定するツールを作成しました。つまり先ほど解析したアンダーテイカーの結果、カーネルコンフィグ、今ブロック A っていうのはコンフィグ A かつコンフィグ B の時に有効なので、こっちを参照するとコンフィグ A、B どちらも有効だからブロック A は有効になるだろうというふうに式を評価するツールです。先ほども見ました先ほども見たような図なんですけれども、同じようにコンフィグ B だけを無効にしてそれぞれ有効になるブロックを特定して差分を比較すると、コンフィグ B に対応していたのはブロック B だったということが分かるわけです。手順にではブロックコンフィグ項目がメモリ使用量にどれだけ影響を与えていたか、コンフィグによってどれだけメモリ使用量が増大していたのか解析しました。これも実は先ほどと同じようなパターンです。左上にあるのがデフォルトのカーネルコンフィグ、そこから各コンフィグを無効にしたカーネルコンフィグを約1200項目ぐらい作成しました。そして1200回ぐらいカーネルを全てコンパイルして Linux カーネルを得ます。それを全て起動してさらにテストシナリオを実行するとシステムのメモリ使用量が得られます。結局コンフィグ A を無効に化した状態とデフォルトのもののメモリ使用量を比べると、コンフィグ A がどれだけメモリ使用量を増大させたのかということが分かるということです。そんなことは本当にできるのかということで実験をしました。やった実験のプラットフォームはラズベリーパイ3上で、PyCore というのはタイニーコア Linux のラズベリーパイ向けディストリビューションです。これを導入してその上で Apache のウェブサーバーを動作させました。今回想定したテストのシナリオは index.html をゲットして、次に存在しないファイルをゲットして1と2番を10回繰り返すという単純なものでした。なおログを解析した環境なんですけれども、 OS は Ubuntu で CPU は Xeon の32コア、メモリは 96GB でした。解析対象のコンフィグ項目は先ほども言いましたが1264項目でした。さらに手順2で各カーネルをたくさん起動すると言いましたが、その起動には QM を使って32並列で VM を起動して解析を行いました。また解析している途中で測定結果のブレが大きいなというふうに判断したので、時間の都合もあったんですが測定は3回とりあえず行ってそれらの平均を取りました。その結果、解析のツールの結果ですね、呼び出し回数が0でメモリ使用量は削減されるだろうと判断されたコンフィグを全て無効化した結果、システムのメモリ使用量は 6.5MB、8.3% 減る、そしてカーネルの実行ファイル、VMLinux は 12.3%、デバイスドライバーなどのイントラム FS は 27% くらい削減できたということで、ちょっと解析はまだまだ改善のうちあるんですけど、本手法によって自動的にメモリ使用量を削減するってことは可能であるというふうに判断できます。また本手法の適用に要した時間は12時間46分でした。長いと思います。これは今回削ったコンフィグ項目のうちよりメモリをいっぱい食ってるなというふうに判定されたものの上位10件です。私はコンフィグの細かいところまでは分からないんですが、上を見ると ButterFS とか NetFS とか使用していないファイルシステムが削減されているのを確認しました。またこれはコンフィグ項目の解析結果を分類してみた表なんですけれども、呼び出し回数とメモリ使用量の2つの軸で分類してみました。まず注目してほしいのは A 群です。呼び出し回数が0でメモリ使用量が削減している、先ほど紹介した今回した削減したコンフィグ項目307項目ありました。次に注目してほしいのは B 群です。
コンフィグ項目を無効化したらメモリ使用量が増えた。何のことだろうと思ったんですけれども、いろいろ原因は考えられます。 Linux の仕様でそうなってるってことも考えられます。しかし先ほど QM の解析の時にメモリの解析にばらつきがあるっていうことを話したんですけど、それが原因ではないかなというふうに現在は考えています。どれぐらいばらつきがあったのか調査してみました。これランダムに今回解析対象のコンフィグ項目を9個持ってきて32回起動してみて、その分布をプロットしてみたものです。一番大きいもので最小最大の差が 2MB を超えているものが発見されました。先ほど削減されたのは 6.5MB だったので、これは大きいと言わざるを得ないと思います。詳しい原因についてはまだ調べられてないんですけれども、まあ、今後の課題だなと感じました。関連研究について紹介します。こちらの研究ではコンフィグ項目のみを今度は有効にしてカーネルをコンパイル起動してカーネルコンフィグとカーネルイメージサイズとかその他メモリ使用量の関係を調査したという研究です。私の研究と似ているのはコンフィグ項目とメモリ使用量の関係に着目しているところなんですが、私の研究と違うのはメモリ使用量の測定を Linux の起動直後に行っているんですね。私の研究では対象のアプリケーションを動作させてアプリケーションの動作を含んだメモリ使用量を取っています。また当たり前ですが各コンフィグ項目の呼び出し回数は考慮してないので、このコンフィグはメモリ使用量が大きいって分かってもそれってどれだけ使われているのか必要なんだっけということは分かりません。またこちらの研究ではセキュリティ目的なんですが、攻撃面を排除するためにアプリケーションを動的解析して軽量の Linux カーネルを生成する手法を確立したという研究です。私の研究と似ているのはカーネル内関数と利用頻度の関係に着目している点。しかし今度はこちらはメモリ使用量を考慮してないので、まあ、メモリを減らすという目的には使えないということです。最後にまとめなんですが、私の研究ではカーネル利用状況とメモリ使用量に着目していらないコンフィグというものを解析しました。コンフィグ項目がどれだけ使われているのか、どれだけシステムのメモリ使用量を増大させているのかということを測定して、利用されてないのにメモリ使用量を増大させてしまっているコンフィグ項目を検出しました。最後に今後やりたいことについて話します。一つ目は直近で早くやんなきゃいけないなと思っていることなんですけど、研究でですね、いろいろコードの改良とかをしてるんですけど、1回1回に13時間もかかってたらそれはちょっと大変だということで、まずは解析時間の短縮というものを行いたいと考えています。次に将来的な方がこちらなんですけれども、組み込み用の OS に求められる特性ってメモリ使用量の少なさだけではなくて、起動時間が早いとか消費電力が少ない、発熱しないとか、そういうことも考えられます。今回はメモリ使用量でしたけど、将来的にはそういう別の要素に関しても最適化できたらいいなというふうに考えています。私からは以上です。ありがとうございました。さあ黙ってないよね、みんなって。じゃあ、はい、時間短縮したいってことですけれども、はい、QMU でやられた時の、その QMU って、さっきラズパイをターゲットにしていましたが、はい、ターゲットのアーキテクチャはいく何を、ARMv8 の ARMv8 のバサタイル PB ってよくあるやつのボードでやりました。一応 QM の設定はそうです。だったらもしかしたらインテルのマシンの上でやると多分フルイミュレーションになっちゃうんですよね。そうですね、完全ですね。あの君のサーバーの上でマシンを買っていただけるんですかね。ちょっとあ、マネーな。インテルサーさんはあれはハイパーバイザーを動かす上ではちょっとあまり適してないという点があるので、あとシークエーサーをお勧めするというのはしないんですけど、まあ、アームのサーバーの上でやってみるのもちょっといいかなと。理想ですね。僕もやりたいです、それは。ありがとうございます。強いアームの欲しい。逆に使ってみられる環境なんてのあったりするかな、学生さんは。あ、使ってみたい環境。
使ってみられるような環境。僕も正直アムロクのサーバーは全然把握できていないので、平松さんが書いちゃったのまずい。そうなんですよね。平松さんがいらっしゃった平松さんにお願いしますっていうふうにバトンタッチができたんですけど、アマゾンのあれは、アマゾンのあれはどうなんでしょう。あれの上で休眠が動くなら別ですけど、うん、いや、ネステッドになっちゃうんじゃないかと。まあ、ネステッドではない。ネステッドになった時に ARM V8 って確か V8 の10いくつぐらいかじゃないとネステッド VM に対応してないとか、そんなのがちょっとあったはずで、うん、それよりかは私が思ったことは、この手法でそのパターンを要するに大量にジェネレートできるっていう時点で、まあ、コンビネーション問題に発展してしまうじゃないかなっていうのは、そもそも時間がかかるそもそも要因だと思ってるんですけど、それそあパターンで今回やったパターンで何だ先月でしたっけ。そうです。それはどういうふうに導入されたのか、すみません、ちょっとパッと言うと、あ、有効になっ、それで、はい、全てのパターンも出てるじゃないんですね。全てじゃないです。あの対象のコンフィグっていうのを話しましたよね。これこれに合致するそれぞれを単に一個一個無効にしたパターンなので、そもそもコンビネーションじゃない、コンビネーションじゃない一個ずつやってるので特定のやつだけオフにしたウィンドウ、そうそうそう、上手に枝刈りするコンビネーションをまず見つける方が先のような気が、カットとかもカネルコンフィグあれこれの著作で全てなんかそこにまず戻るパッとした。枝刈りについては僕もちょっと考えてできるんじゃ、もうちょっとうまくやればこんな時間かかんないんじゃないかなって思ってました。ちょっと同じような質問なんですけど、はい、1つコメントで、はい、テストシナリオが、まあ、結構実際に使う上ではユースケースをちゃんとなんだろう反映してるかというのがすごい重要かなっていうので、はい、ちょっと難しさかなと思うんですけど、うん、もう一個は最初に、まあ、カーネルコンフィグをウォークとか繰り返してその結果、このウォークではこの関数に関係がするんだっていうデータベースみたいなのを作っておいて、でその後実際テストケースを動かしてみて、あ、この関数はあまり呼ばれてないんだなっていうのが分かり、さっきのデータベースを見て、あ、このウォークにすればいいのかっていう手法でいいんですか、順番的には。順番、うん、まあそうですね、別々に実は独立してるのでどっちが先でも構わないんですけど、大体合ってます。そうで、結局なんていうのかな、先にこの関数が使わないんだなって分かったら、その関数からオプションにダイレクトに行く方法があるといいのかなと。いらない、まあ、やってみないと分かんないんですよね。そうですね、いらないものは調査しないってことですよね。そうですね、いろいろ調整の方法はあると思うんですけど、無駄な組み合わせ、実際に何だろう、知りたくない、知りたくないというか知りたくないわけじゃないと思うんですけど、知る必要のない計算もいっぱいしているのかなという、まあ、ただ大体呼び出し回数ゼロに入っているので、そこは難しいところかなと思いますけどね。テストケースがシンプルなのはその通りで、はい、実際本当はだから IoT とかを背景にしているので、なんか IoT のデバイスの典型的なベンチマークとかリファレンス実装とかがあったらよかった、うん、なのでなんか IoT ビティとかのリファレンス実装で動かそうとしたんだけど動かなかった難しすぎてでだからデータベースとかだと TPC ベンチマークみたいにもう業界標準なこれが動けば間違いないみたいなほぼ全てのパターンを尽くしてくれるやつがあるんだけど、なんか IoT でそういうのがあればそれを動かしたかった。今回は時間的に間に合わなくて、まあ、安直にアパッチを交換したということで、問題はだからやっぱり、カバレッジが大事で、これだからあんまりちゃんと使った状態で測らないと、実際動き始めてから無効にされたコンフィグを呼び出して落ちるっていうことが起こりうるので、要はテストのカバレッジがだから100に近づかないといけないってことになっているので、まあ、もちろんだから製品開発だとテストをカバレッジなるべく100にするのは当然なので、まあ、その過程でコンフィグも最適化できるよっていうストーリーに一応なっていると。そうそうそう、だからちゃんとテストをすればするほどカーネルコンフィグもより正確な要は最適コンフィグが求められます。
いう感じ。情景とかまで含めて考えるとテストカバレッジを100にするっていうのはなかなか現実には難しいですね。そうだから、インタラクティブなものほどそれはヘビーで無理だと思うんだけど、まあ、IoT デバイスだとどっちかっていうとなんかもう非常に単純な何かセンスし続けて何か送りまくるだけとか、なんかシンプルなものだったら割ともうバッチ的に多分カバレッジ100にするのは難しくないかなと。確かにあの対話機能があったりとかインタラクティブに何か挙動変えるって言われると全部やるって言ったら相当なテストケースを作らないといけない。まあでもそれも本当はやらなきゃいけないんだとは思う。製品だったらやるべきだとは思うので、あとはこれで出てきたやつをそのまま使うんじゃなくて出てきたやつを参考にして、うん、そのどれがどの、うん、そうそのぐらいメモリーってなってるかっていうのを人間が見てから、はいはい、人間の心に使う。そうですね、はい、実はそう、あの明示的に言わなかっただけで実はそうしていて、あのこれ自動的にオフにすると立ち上がらないこう簡単にできるので、実はそう、今回たまたまそうあくまで、まあ、このストーリーは、メモリー使用量とコンフィグと少なくとも呼び出し回数のリストがバーンって出るので、どこをどう削るかは、最後の判断はもう人間で、やってくださいと。なので、まあ、人間でやるときに今までだったら、1万7000個手探りでやるのを少なくともメモリー使用量を減らしたいなら影響の大きそうなやつを上に並べてくれて、かつ、まあ、100% 正確かわからないけど読んでなさそうなやつをなるべく上に上げてくれるので、その中からまあ順番に選んでってくれればっていう感じで、だから、まあ、あくまでサポートっていうか、これで本当に完全な最適コンフィグが自動生成されて自動金がポンって出るわけではないという。ただそうやってそのまあ、コンフィグ最適なコンフィグを作るときに1万7000から手探りでやるよりは少しヒントがあるので、例えばだからそういうコンフィグができたらそれこそまあ製品だったらよくとでそういう設定を返して全部そういうのを作ればいいわけなので、というっていう話です。合ってますでも何か役立ちそうだよね。ありがとうございます。現場で力技ですけど、うん、これの論文を書いて、コメントは何があったっけ。一つはなんかカーネルバージョンが変わるたびにこれをやるのかっていう話で、それはコメントを食らってて、なので、まあ、その変わった差分だけをやる方がいい、ね、そうキャッシュが効けばいいのかなぐらいなそのだから変わった今は何も見てないからバージョン変わるたびに全部またやり直す、13時間でそうで12時間、正直でもさっきの発表で、ほとんどの先生は12時間で済んでるのは早い方でいいねって言ってそうだから、はい、なし3ヶ月に1回12時間かけるだけでいいので、はい、そんなに別にヘビーでもないなっていう話でなんだけど、まあでもそう研究所はあのちょっと変えるたびに12時間かかるのでちょっともうちょっと早くしたいねっていう話で、そうですね、しかも一回誰かをやって記録を上げとけば、まあ、あのメモリーに関してはそうですね、まあ、ただ、使われ方が変わるので本当はなんかその目的ごとになので、そう全員いろんな用途でこの結果がみんなが共有できるわけではない、あくまでアプリケーションごとに、そうデフォルトのカーネルコンフィグにもよりますし、いろいろ外部のなんだろう要因がある気もするんですよね。そういう意味だからテストっていうか、はい、ユースケースが1個でも多分増えるために多分全部、そう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 そことの多分依存関係みたいなのきっと分からないと思うんで、うん、さっきのさ例えばアパッチじゃないんですけど違うちょっとそれこそなんか IoT じゃないんですけど、もし何かのアプリケーションを1個でも追加もしくは削除した時には多分全部やり直してもいいですよ、全部やんないですよね、そことの多分依存関係全然分からないと思うんで、もうこういうことをあの安直に言うのは危険なんだけど、うちの会社の中で IoT 系で Linux やってるような連中の中にあの、何あのインターンか何かで来てもらってこれでバババッてなんてやってもらったりすると何かとんでもない結果が出てきそうな気がするまあでもあの個人的にはこのやり方と面白いなって思う、面白いね、反面、うん、反面ですよ、はい、僕で、まあ、ずっとそれこそ Linux とか、ねうん、今、まあ、アルトスあの製品化やってますけど全くこういうアプローチ取らないんですよ、うん、実はっていうのはあのその製品で使うものと実は開発で使うものっていうか、例えばじゃあ開発って当然いろんなことやるじゃないですか、それって要はこのアプローチからするとその開発用には最適化したものと製品用に最適化したものって多分全然違うものなんじゃないですか、環境が違うから、環境が違う、で我々は逆にもう開発のあてか製品も
開発用のコードバンバン入れちゃうんですよ。へそれの方が実際に何かその世の中に出てその製品というかが本当にその製品を使ってトラブルシューティングできちゃうんですよね。でいや開発と実は実機はかなり近い。だけど一部の機能は無効にしてあるんだけどそれこそちょっとゴニョゴニョするともうあの開発マシンと同じになっちゃうみたいなことは逆にやってますね。でそこまでなんてすごいギリギリ、まあ、そうアルトスの方でもかなり削ってはいるんですけど余裕を持たせてそういう機能までむしろ入れちゃってるみたいな感じですね。なるほど。じゃあ割となかなかまた難しいんですけどコンフィグに詳しい方がいて、あそうですね。であどっちかというとその開発のコンフィグを最終的なものに もう適用しちゃうみたいな。なるほど、はい。じゃあやっぱさっきのそういう人のサポートになるような方向でいったら嬉しいですか。 そちら、はい、うん。でも明らかにそういうサポートになりそうな気が僕はするよ。そうですね、うん、じゃ全部把握してる、まあ、スーパーマンは僕は怖くて話せないんですけど、うんうん、まあいろいろ方向性が決まりそうで、ありがとうございます。あでもこれ基本的に最後はユーザーが判断するんだったら、そのユーザーってこと、まあ、そこまで作ってですね、設定者が判断するのであれば、はい、完全なユースケースじゃなくても、うん、まあ、うん、指標として十分価値があるという、うん。あとはあれですね、その例えばそのさっきユースケースじゃないですけど、アップデートしないようなものだったらまだ成り立つのかなって、うん、製品によるっていうか、それこそアプリをダウンロードしてきてたから行った瞬間にたぶんもう破綻しちゃいますよね。 I am feeling something will be older from you that you'd like to say something about the configuration issue. Oh no, I got no problem. 日本語彼はあの Linux のコミュニティの中で組み込み系を代表している人なんですよ。あのティムバードさんって知ってます、超有名人ですそれは知ってます。中さん何かあります？いや、あの難しいんですけど、カーネルメモリーって全体の要するにでかいメモリーってフレームバッファーだったりね、うん、そういうものだよねと思ってで、カーネルメモリーってどうなのって、そのヒープではなくて本当のスタティックの取り込んだメモリーってどこから決まってくるのかなって思いを挙げてたんだけど、うん、そのまあ、確かにメモリはいつも足りないんだけどね、うん、でもこのアプローチでどうなる、多分ね、僕は自分でやるんだったら今動かしてみて結果として誰が使ってるのって技術を使うとしてる方が、うん、なんとなく普通は早い気がする。これだからロジカルは正しいよね、どことどこが関係があるからここから出るんですって考えたら正しいけど、なんかすごいバカ真面目な感じもしないでもないけど、ね。まあ同じが思うのは、まあ、実際さっきの話もあって、例えば昔、まあ、ルネサスさんでやってた時も、多分コンフィグってそこまで最適化しないじゃないですか。だいたいなんか、なんとなくデフォルトっぽいチックなもので、うん、そのままもう製品にまで組み込んじゃうわけですよね。で、なので特にこんなのしないんですけど、一方で、もしかしたらですよ、1個コンフィグを減らすだけでえらいメモリが減るやつがあるかもしれないけど、うんうん、そういうのを多分見つけてもらうというか、なんかみんなが思っても見ないものが、うん、コンフィグが実はすごいメモリをこいつをオンにするだけでえらいメモリ食うってことが知れるだけでも、最適なものじゃなくてもいいから、じゃあ次からこれは絶対使ってないからオフにしようみたいなことが言えるので、そういう指標にはなるかなとは思ってる。で、あと一方で最近だから昔はそれで、まあ、変な話特に最適化しなかったんですけど、今ってもうセキュリティ云々があるので余計な行動っていうのは脆弱性を生む可能性があるので、そこもバランスだと思う。関連言語も実は関連言語でコンフィグを最適化するっていうのは目的はセキュリティなんで、やっぱ無駄な行動はそこに脆弱性がある可能性があるのでなるべく潰すっていうポリシーがあって、なのでいらないコンフィグは本当は切っといた方がいいと、入ってるとそこを攻撃するやつがいるのでっていうことはあり得ると。ちなみにこのやり方を、はい、あの思いついたきっかけって何？うん、これでいけるんじゃねっていうような話、あの先生と話してた時、それとも先輩と話してた時、それとも先輩からこれやってみろって言われたって感じ？あの一人でめっちゃ悩んでて、うん、研究始めたので、すっごい悩んで、うん、いろんな論文をめっちゃ読んでた時に、うん、ああ自動化したら面白いんじゃないかっていうのは自分で思いついて、それを先生に話してこうっていう感じだったと思います、うん。自動化っていう小さくしたいっていう思いがあったの。それは実は先生からこういう分野あるよって紹介されて、ただ同調したな同調したな、まあ面白そうだなって。もともとは実は組み込み用途で私が欲しかったんです。私実は全然違う企業、まあ、企業から依頼されて、
これビデオは止めようか、じゃあそろそろ、はい、じゃあ止めます。